ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてタイガです。はい、ということでやってまいりました。本日は東京都台東区にございますビッグパンドラ浅草店本館、こちらでお待ちかねサスログやっていきたいと思います。まあ、サスログというのはですね、私が、まあ、パチンコパチスロ問わず寝台をですね、まあ、初打ちしまして、まあその内容というかね、その台を各項目、いくつかの項目に分けて星5段階で評価していって、まあ最終的な総合評価、まあ星1から星5まで評価して、それをまあ皆様のね、まあ信頼ですので、できるだけ早く動画を公開して皆様の今後の稼働のなんか参考になればなというところで、私がねこのいただきチャンネルで、まあ普段ね適当って言ったらあれですけど、パチンコパチスロ打ってますけれども、一番真面目に取り組んでいる企画と言っても過言ではありません、このサスログ。本日1月23日ということなんですけれども、実践する機種はガロでございます。パチンコですね。 P ガロゴールドインパクトということで、前のガロもね確かサスログやったと思うんですけれども、寝台やっていきたいと思います。まあちょっと筐体がねかなりインパクトがあったりとかあると思いますけれども、まあスペック含めて早速実践の方でね、まあ、紹介しつつ、どんな感じの台なのかサスログしていきたいと思います。よろしくお願いします。8万発出す。ということで本日ね、今日導入 P ガロゴールドインパクトサスログやっていきたいんですけど、いつもね着席状態で始まるんですけど、まあまずちょっとこの筐体をね、はい、あの新筐体ということで、まあこれ導入前からちょっとネットでは話題になってましたね。まあこのなんて言うんですかこれね、例えば狂楽だったら仏壇なんて呼ばれたりしますけど、またそれとも違う、まあおなじみガロ剣はどんどん巨大化して、しかも俺押すとなんかこれ回るのよ、この弾が。よくわからんけど、なんか子供のおもちゃみたいなさ。で、これが伸びるのかな、これさらに。ちょっとわかんないけど。でね、大事なのは台の中身なんですけど、これ、まあこの台だけじゃないよ。エヴァとかもそうだけど、一個言いたいのは、データカウンターがさ、まあこのお店のカウンター、ちょっとあの、高さないタイプだけど、これあの、でかいやつあんじゃん。あの、大黒のプレミアムビグも。あれとかでも、これ見えないじゃん、データカウンター。俺、これはね、設計上どうなのかなって思うというところは、まずあの、まあ、総合評価なんでね、サスログは。まずただもしこれを使ってデータカウンターなんか見れなくても、いやこれもういい、データカウンターなんかいらん、これよってなるかもわかんないけど、とりあえずファーストインプレッションね、すごい目立つけど本当に目立つだけなのかいっていう、このガロってでっかくあって、ガロ剣もでかくて、あとこれはもう完全に1ユーザーからしたら何の関係もないんですけど、動画パチンコ YouTuber としては右側にこれがあることで、右からの撮影がだいぶ困難なんですよ、ほぼ画角的に。なんで左からオンリーになるっていうのは、普通のユーザーからしたらね、カメラセッティングしない人からしたら関係ないけど、ちょっと気になるところではあるというところでやっていきたいと思います。ということで、P ガロゴールドインパクト、やっていきたいと思いますけども、まずこれお店の設定だけど、デフォルトの音量が1になってるね。これはいいことですよ。だから上げたい人はもちろんね、上げればいいから、9まであってね。しかもこれ台の上の方に推奨音量この台は2ですって書いてあるんだよ。そういうのもね、分かんない人もいるじゃん。でっかくしたい人がいるのは別にいいのよ。でもまあ分かんない人もいるんで、はい、でもめっちゃでかい、俺20何インチとか言ってた気がするんだよね。めちゃめちゃ、あ、奥行きっていうかこれがあるせいで結構ここまでありますね、はい、あとこれなんか タッチのボタンもあるらしいんですけど、まあ、とりあえず行きましょう。で、こちらガロなんですけれども、まずカスタムとかの前にまずスペックからなんですけれども、まあガロ、319ですね。319分の1、保留がすごい、ここに溜まってくんだ。これなんだ、もう本当に全部が一新されてるわ、はい。で、319分の1で当たって、その後もこれシンプル確変タイプです。なのでガロ月光かな、だっけ、一番最初に出たやつ、あ、まあ、2個目に出たやつの方が近いか、 U タイムはなしです。で、確変タイプなんで初当たりで、通常だったらもう何もない寸です。で、確変だったら1500個もらって、あ、この1500個も大事ですね。今回は、この台、オール1500ですね。通常時の寸のダメなパターンも確変も右打ち中も当たった場合の全ての出玉が1500と。まあ、最近ちょっとトレンドになりつつあるやつね。突入がね、50% と。まあ、現行機では一番弱いかなっていうところ。まあ、ただし、オール1500っていうところで、まあ、カバーしてるのかな。右に入ったならば、81%、まあ、これももうオーソドックススタイル、これも確変です。なんで振り分けです。継続の 81% を引けば次も確定。
しかも右確か1分の1かなっていうところで、まあスペック的には正直あのすごいオーソドックスな感じ。まあ俺ガロ自体はその魔界の花をちょろっと触ったことがある程度で、歴代のね多分ガロの全盛期は俺知らないし、で今回はね本当にまあこれがねいろいろ変わりまして、筐体がまあ筐体の俺こういういわゆるなんていうの出っ張ってる系のものってなんだろう、好きじゃないっていうかその特別嫌いなわけじゃないけど、ただやっぱりさそのまずデータカウンターが 見にくいとかさ、右からだとカメラで抑えにくいとかさ、そういうところ以外だとやっぱりごちゃごちゃしてる方がさ機械の1台あたりの代金が高いから、まあ俺がもちろん払うわけじゃないけど、でもホールはそれを買うわけじゃん。で結局ホールが高い機械代であれば、例えばじゃあ新台価格が10万円の台と100万円の台、すげえ極端な2つだけど、あったとしたら10万円の台の方が甘く使えるよね。だって10万円回収すればその後は全部利益じゃん。でも100万円する台だったら100万円取り返してからやっと利益が出るわけじゃんっていうね、すげえ極端な例だけど、でこういうのがいわゆるごちゃごちゃついてる方が当然代金としては物理的に高くなるんじゃないのっていうところを考えた時のすげえ遠回しに、結局それ高いお金を払ってホールが買うってことはそのねホールの扱い運用っていうのも辛くなるよね、取り返さないといけないからってなって、それを負担するのはまあユーザーだよねっていうところで最終的にねっていう、すごいこう長い目でっていうか遠回しにない方がいいなとは思うけども、ただもしだよこういうごちゃごちゃしたもので今まであんまり体験したことないけど、このね特にこんなとこなんて目線がいかないわけよ。だってほとんどの人ってパチンコってこのへそに玉が入るかと液晶での演出、ここしか見てないわけで、ほとんどの人が、俺もそうだし、まずはこうへそだよね、へそにこう玉があーっつってステージとかからさ来たやつがさバンって横から弾かれてイラッとしたりとか、まあ別にね玉のアクションではないけど、まあまあまあここはまあ見るわけじゃないですか、とこの液晶でのね起こってる演出は見るんだけど、あとはまあ目線に入るこの辺とかさ、この辺のボタンが光ったの何度とかはあると思うけど、ここってマジで見ないんだよね正直言って。俺がこの大きいものにアンチってことでもないけど、これを生かしきれてる台を俺は経験したことがないのよ。うわすげえ、ここがすげえって、仮にそういう台あっても気づかないからさ、見ないから。だってこっちで激アツって出てる時に上でさなんか激アツランプピコンってついたって、いや知らんがなって、気づかんがなってなるから。だから正直こんだけのゴールドインパクト、はい、この新筐体、まあ、今後のねガロ以外の台でもこの筐体出るかもしれないけど、賛成でこれをちゃんと使いこなすんだったら俺は全然いいと思う。もしそうじゃないんだったらデメリットの方が大きいよね。ただのなんていうのメーカーのエゴじゃないけど、いや今までの筐体とは全然違うんでっていう、要はセールストーク、ただホール対ホールだよね。こんだけ出っ張ってたら見てください、エヴァの初号機よりも高さがあるんですよ、ということは島で一番目立ちますよ、稼働取れますよみたいな、もうセールスマンの営業トークがもう目に浮かんでくるわけよ。そんなのは客からしたら知ったこっちゃない話でっていうか悪いけど、そこまで客を舐めないでほしい。うわすげえ出っ張ってる、何この台うと、そんなやつ今時おる、1000人いて1人いるかどうかだよ。そんな1000人の1人のためだけにね、そんなさ誰がさ、誰がお前この何この高さみたいな、でっかガロの字でかうととはならんよ。でかとは思うけど、でかいという印象にプラスもマイナスもないから、そういうところじゃないところでやってほしいなっていうのが、まあだから今の印象ですけど、何度も言うようになるほどね、ここでこれ役に立ってるわってなれば全然ありだと思う。むしろ差別化になると思うし、だからまあそういうところにも注目しつつ、はい、ただ画面マジででかいね、もうこのフルに。で一応ねただねここ回転数がねここに出てるんですよ、現在の回転数が出てるんだけど、この盤面のプラスチックとあれでちょっとね歪んじゃってね、うまく見えないのはちょっと気になるよね、こういうなんていうのレイアウトとして。あとねこれラッシュがね入った時にね、なんか核変言ったらただの核変器だから、当たりフラグ引いた瞬間、まあ1分の1だから多分アタッカーが着火電柱に入った瞬間にもう1500個確定で 81% で継続っていう抽選をしてるんだけど、まあそれ要は多分ラウンド中にね継続するかどうかの演出が多分入るんだけど、まあ何パターンか選べると、右打ち中の、ね、演出を。でもね
初当たり時に選んだらもう終了まで変えれないみたいなのを聞きまして、ってなると何パターンあるか分かんないけど 2,3 パターンあるとしたら最低でもそんぐらいは初当たり取んないといけないよね、全パターン見るのは。まあ、でもまずやることはね319で一緒なんで、告知タイプは3種類、初当たりのラウンド終了後に選択、途中で変えることはできず終了まで同じ告知タイプ。あ、魔界チャンススタンダードはなんか見たことあるわ、なんかバトルだね、バトルで。魔界チャンス3000っていうのがあって、3000は10ラウンドかける2が濃厚の、だからもう要は保留で入ってるから、この辺りの継続プラス次の辺りも確変になってるかみたいな、多分そういう話だろうね。あと魔界チャンススルーアウトっていうのがある、時短と大当たりをシームレスに消化、楽曲が流れている限り大当たりが続き、扉が閉まると継続をかけたジャッジ。まあまあ口で言ってもわからんからね。ただ途中で変えれないっていうのがちょっと気になるとこではあるよね。珍しいよね変えれないって。あ、であとカスタムがね、そうだね、通常じゃカスタムが何があるかなんだけど、あったあったあった、オートボタン、酸性フラッシュモード。これ酸性フラッシュモード言われても、酸性フラッシュがさ、俺キリンフラッシュの音すらよくわかんないからさ、酸性フラッシュってやめてほしいよ。左打ち先読みモード、あ、これがあるね。おすすめ保留変化のみ先読みなしの3パターンだね。だからおすすめってまあ別に普通で、先読みなしにしたら本当に多分なしっていうぐらいだからないんだろうね。で、保留変化のみにしたら、保留変化以外のだからあれか、入賞時のなんかとかなくなるのか、まあ別に特にこの酸性フラッシュモードが標準多いの2つだね。あとここもだね、名前とかがさ、まあ、名前なんかさ慣れたらどうでもいいんだろうけどさ、気になっちゃうよね。この絵はプラスチックの盤面とかぶって読み取れない。人はわざわざ読もうとしなくても目に入ってくるものがうまく見えないってことストレスになるんだよね。もともとねガロってフォントがちょっと見にくいっていうのはあるけど、それを差し引いても単純にこのプラスチックで歪んじゃってうまく見えないっていうのはちょっとストレスだよね。気持ち悪い。なんかレイアウトとして完成され美しくない。あとこのここねすげえ気になるわ。このメニューでさカスタマイズができるんだけど、オートボタンとかこの光量とかさ 3D 演出のさっき言った、まあ、若干のカスタムというかね、かぶってるし、かつ永遠にここに表示されてるの、この意味わかんない位置に。これなんでここにずっと表示されてるの、時間が経ったら消えればいいのにずーっといるのよ。美しくないなこの台は。レイアウトが美しくないね。不思議でならないですね。すごい音が鳴ってますけど、まあ、でも音は大事だからね。良きところで良き音が鳴ってこうパッと反応するようなね。とりあえず一発当てないことにはね。幸いなことにまだねそのサスログ始めて評価不能とはまだなったことがないからあれなんだけど、パチンコだと変な話当たんなかった、ラッシュ入んなかったら評価できないからね。だからそれだけは避けたいよね。しかもそれってつまりめっちゃ負けてるってことだから。お、なんかこれなんだこれ、これあ、顔なんこれもしかして。あ、いなくなっちゃったけど、これすごいわ。これ多分出てきたらガロの顔になるわ。ここ今なんか上がってさ、へえ、ここに、あ、じゃあ LFOG に変わる、これ何 OG かわかんないけど、なんちゃらフェイスオブガロとかだと思うんだけど、ここにガロだ。いや思ったのよ、ガロといえばさそのフェイスオブガロがさ出てくるじゃん、絶対ここで役物で出るじゃん。なのに見た感じないのよ、まあ、こっから下がってくるの可能性はゼロじゃないけど、でも触れる位置じゃん。これって怪我したりするから多分やんないのよね、ガラスの向こう側で絶対に起こるはずなのよ。なのにないなと思ってたの。確かに上には激しいけどどこにあるのと思った。これか、これ何かなと思ってたんだよな。でもこれがこうこっち側に来てこのボタンの上に覆いかぶさる形で多分顔になるんだと思う。うん、楽しみだわ。熱い展開の訪れを告げる衝撃ギミック、 25.2 インチの超大型液晶 3DFOG。 今作のフェイスオブガールは 3D 映像で展開。あ、映像なの。 あとあれだ、 IOG インパクトオブガロ、はい、これがボタンですね。騰落とかリーチの分岐とかで出てくるこのボタンの上に覆いかぶさる、だからまあいわゆる激圧ボタンみたいな感じかな多分。でプラスだってガロ剣もあるもんね。これガロ剣&祝い玉、ここに祝福の祝の字が表示されるらしい。赤く光れば大チャンスだったら先バレみたいなの作ってもいいのにね。また勝ちたい。
めっちゃ負けて星1とか仮に言ったら、いや負けたから星1って言ってるだけやみたいな。サスログって俺みんなが思ってる以上に俺本当に真面目に向き合ってて真面目に評価してるつもりなのよ。パチンカススロッカスなりの目線でね、バラエティ要素というかなんか謎のはい勝ったから星5みたいな、そういうふざけてないんですよ俺の中では。俺だってなんだったらこのサスログから俺はなんかメーカー案件だったり狙ってるわけじゃないけどっていうのが来ても俺おかしくないんじゃないかと。てか実際にそれでいただいたことありますから、あのとあるメーカーから、いやサスケさんのサスログ見てぜひうちの台自信あるんで、もうだからそこのメーカーすごい良くてね、 NG がやっぱりメーカー案件だとさ、いやこれは言わないでくださいとかさ、やっぱこれちなみに普段やってる普通のねこのサスログって当然メーカー案件でも何でもないんで、まあ結構ボロクソ言ったりするじゃないですか悪いことがあればね。でもやっぱメーカーからお金をもらってうちの代お願いしますって言われたらやっぱりそこに何らかの忖度というかさ、逆に忖度なく言ってもメーカーの監修が入るから、いやこの表現はちょっとやめてくださいとかって言われたりするのが俺嫌なのよ。だってそれじゃあサスログじゃなくなっちゃう、介入されたら、はい2枚目入れますけどってなっちゃうから、そういうのは嫌なんだけどでも言われたいのよ。もう全メーカーからサスケがうなる信頼をうちはついに出したぞ、自信あるから逆に何でも言ってくれと、もうクソ台だったらクソ台と言ってくれて構わない、でもお前は多分これを神台と呼ぶと、だからもうぜひやってくれと言われたい。でそこまで言われたらさ、あおじゃあ NG なしなんですね、じゃあやりますわって。だからそういうのを正直、まあ、目指してるというかそうなってほしいと思ってるんです。だからメーカーからすげえ仕事が欲しいとかそういうんではなくて、単純に要はこのサスログが認められたいっていう気持ちが強いの。だから本当に俺真面目にやってて、だからもちろん足りないところもねあるとは思うけど本当に真摯に向き合ってるんで、だからタコ負けした時にいやこの台ね勝っても星は2なんですとか、逆に負けてるけどこれはマジで星4なんです星5なんですってこともやっぱなかなか、やっぱ負けてて星5は信憑性あると思うのよ。負けてて星2ってはいはい負けたからでしょって思われたくないのよ、やっぱそう思う人いるのよ。いやこれは俺勝ってたとしても10万勝っててもこれは星2ですよってね、ちょっと 3D チックだけどボタンめっちゃ振動したけど別にこんなね安い音鳴ったなこれ振動が、なんかあ初めての疑似さんですね。まあ、全然大したことはないさそうだけど初めての技術さんなんで、あー来た来た、あこれがねボタン、あこれがだから何でもないただの変身で、技術さんはもう発展確定なんかな、ミニキャラいかないのかな。初めてのバトルですね、やばいやつ出たね、緑背景ビンザ。これってさガロに限った話じゃないけどさ、このバトル系リーチのさ台、まあ、パチンコでもパチスロでもそうだけどすげえ気になるのがさ、すげえ強えラスボスほど期待度が高いじゃん。まあ確かに絵的な盛り上がりはそうよ、そんな雑魚キャラみたいなさやつをさ倒したとてみたいなとかあるけど、だ北斗の剣ぐらいじゃない、北斗は雑魚キャラがさ熱いじゃん、ジャギとかアミバとかさ、だけどだからサウザーとかシンってクソ強くて基本勝てないじゃん。でも本当北斗以外の大体のこのバトル系って敵が強ければ強いほど期待度が高いじゃん。ちょっと気になるよねそれ、そのだって弱い敵の方が勝ちやすいでしょって、原作だったらこんなやつ1話目の2分でなぎ倒されてるやんみたいなさやつよりも最後の最終話に出てくるラスボスの方が期待度が高いっていうのはちょっと気になるよね。ロニガーベとかさアンジェロザウパーに負けんの俺尺だもんね。アニメ見てないんだよ、ユニコーン見てないから知らないけど、多分だけどアンジェロザウパーそんな強くないよねっていうなユニコーンガンダムが負けるわけないよねって俺は思ってるんだけど、なんでこいつに負けまくってフルフロンタルには結構勝てんのって、そのくせ右打ち中フルフロンタル出てきたら負けるし、なんで俺ユニコーンの話してんのでもこれはもうなんかパチンコ七不思議の一つじゃない、パチンコパチスロ七不思議の一つ、保留変化予告緑、赤、まあ、青もあったけどね、なんか乗ってんのは緑からしか乗ってない、緑、赤、ガロ剣、あ、ザンバ剣、太い方かな、ザンバ剣とガロ保留で、ガロ保留のレインボーがあるらしい、虹で、逆エンブレムは、はい、そうだね、
カクカクですね。当たりプラスラッシュ魔界チャンスと。あ、でもシンプルだね。なんか変なのはなさそう。特殊保留はなさそうですね。ガロ圏で 33.8%、 ザンバ圏で 81%、 ガロ保留で 77.8% とで、赤保留が 55% ということなんで、うん、でもあれはいいよね。保留34で選べるんだけど、バイブするっていうのはいいよね。これガロでしか俺あんまり経験したことないけど、やっぱパチンコって常にこうずーっと画面見てとかじゃないじゃん。やっぱりね、この時代、まあ、動画見るとまではいかなくても、ちょっと携帯いじったりとかさ、ちょっとよそ見したりとかさ、別によそ見って別に悪いことじゃないじゃん。そんなずっと見てなきゃいけないわけじゃないし、ってなった時にやっぱちょっとブルってなって、おお保留さんかみたいなっていうのはあった方がいいんで、この機能は本当全メーカーで俺は搭載してもいいと思いますよ。今回はあれなのかな、前のガロはね、そのお父さんと、その名前忘れちゃったけどさ、数字ごとにね、いて、お兄ちゃんとお父さんみたいなさ、あったと思うんだよ。で、お父さんが一番熱かったのかなとか、で、絆で共闘とかもあったけど、今回はどうなんでしょうね。一応、バトルに行った時のチャンスパターンが、どういうパターンがあるのかぐらい、どれが何パーとかまでは全然どうでもいいんだけど、ガロ SP リーチ、衝撃ルート発展、まあ、ルートがあると。チャンスアップルートがあって、そっちに行くと大体 60% ぐらいあるよと。 VS ジンガリーチっていうのがちょっと熱そうですね。その時点で 60% ぐらいあるらしいですね。で、アメミヤ SP 清流リーチっていうのが 77% なんで強いですね。これが普通の確定しない中では一番熱いのかな。裏ボタンがあって、これ常にこれやるとこれがぐるーってなるんだけど、これがこの変動中いつでもできるんだって。剣をスコンってやったら、赤くて、これスコンってやって赤くなれば信頼度 60% で、祝いって出れば当たり、白と赤以外の光でも当たりだって。で、Gレバー、これ、これかな、これをいつでも、これを押して、おー、ちょっと待って、今押したから何なの、うえー、あ、来た来た来た、 3D フェイスオブガロ押して、今緑になったね。緑は弱い。え、待って、いきなり何これ、今これ押したから裏ボタンやろうと思ってたのに。いや、これ 3D 出た時の緑は信頼度 30% でめっちゃ低いわ。押さなきゃよかった。今裏ボタンで、あれ 3D 出た時にちょっと緑、赤、金と、あとは青かレインボーが確定なんだけど、緑が 30% って一番低いやつ出ちゃったわ。いきなりだったね。でもいきなりこれなんかバーンって何のあれもなくなかった。ちょっと今俺裏ボタンを練習してたからさ、これちょっとやってみる。あ、白だ。これいつでもできるらしくて、64分の1かな。こっちボタンでもいいし、こっちでもいいけど、青弱そう。まあこれは当たんないでしょうね。64分の1でここに祝いが出るらしいから、これ64回押したら多分、まあ64回っていうか、もうめちゃめちゃずっと連打してたらどっかで出るね。まあ、これはいわゆるクソ雑魚演出ですね。多分あの 3DFOG 回で最弱だと思う。最後多分何もやらせてくれないパターンかな。最後あのボタンも押させてもらえないってやつね。あ、気づけば323点分母超えとるやないかい。朝っぱだから、さ、3枚目ですね。さすがにそろそろせめて、まあ外れたくは、ここまで来たらね、400ハマリ、まあ319で400をハマりと。でもまあ俺はもうあの甘えないから、319分の1なのに319分の1を超えたらもうそれはもうハマってる引き弱だと俺は。お、刺さった、初めて。これはガロ剣かザンバ剣か分かんないけど、まあ大体ガロ剣だろ。まあ、ガロ剣だったら 33%、 普通の剣っぽいからガロ剣かな。とりあえず保留、あー、まあブルブルして、はい、3D、 よしよしよし、押すよ。緑かーい、 30% 白。いやー、でも初めてのガロケン、まあ弱いけど、敵は初めて出るドラゴン、普通の恐竜みたいな出た。お、偉そう、羽生えた。ガロも飛べるんだ。これはなんだ、レインボーっぽい馬出たけど、デフォルトなんだろうけど、デフォルトっていうか、あそこにあれはなさそうだけど、もともとそういうデザインなんだろうけど、
あ、赤だよ。誰？キリュウ。赤背景。多分ノーマルのリーチの、まあ、初めて出たし偉いやつなのかな。これちょっと分岐みたいの。均等運みたいなの乗って、馬乗って、なんも。もう今から見ても間に合わないから画面に集中するか。お、あ、タッチ。何？当たっ、違う。ああ、これ衝撃ルート。なるほど、これがチャンスアップルートだね。ああ、初めて出たね、これ画面にタッチ。さあ、これ衝撃ルート行けば結構期待度は。でも 60% とかあったかな。まあまあまあ頑張れ。あ、これ赤く光ってんだこれ。え、これ金に光った今。違う、わかんない、わかんない、頑張れ。あ、これガロケンの準備してる。いや、これ、お、いくよ。え、負けたわ、負けたわ。まあ、えっていうか、まあ普通に熱いリーチが外れたってことね。長い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 だろ、長いだろ、ほら長いわ。初めての復活演出を分かっちゃうやつ。よし、当たった。29,500円。500ちょっとかな。535回転長かったわ。さあ、やっと当たって1500は確定。 50% 俺は何度でも蘇る。ああ、ちょっとカッコつけてる。これ多分あれだよね、押し込めでここで勝負だよね。え、そのまま7だわ。よし、力 OK。 確変取りました。復活はあれなのかな、わかんないけど、とりあえずそのまま7来ましたね。はい、あ、でこれタイプを選ぶんですけども、スタンダード、魔界チャンス3000、魔界チャンススルーアウト、まああるんですが、まあまあまあスタンダードでいきますよ最初は。でこれがね、なんと一連が終わるまで変えれないらしいんで、まあしょうがないよね。とりあえずだからこれ確変の時点で3000確定ですね。一応出玉として1500だけど、要は次が確定して、次が転落の 19% でも1500個はもらえるんで、実質的に3000確定とも取れる。単発でも初当たり、これね、わかんないけど、復活の振り分けがどんなもんかわかんないけど、やっぱり俺基本的にはそのまま当たってほしいんで、ね、さあ、まあまあこれはもうスタンダード行くしかないよ。いつものバトルで熱くなる。まあいろんなパターンがあるんでしょうけど、で1分の1なんで、もう右1回転で決まります。1回転で決まる。もうこれで 81% か 19%。 はい、さあ、もうこれ1回転だから、あ、もうここか、ここだったんだ。あ、もう本当にもうこれで当たって、2、4、数字が分かりにくいから。で、なんかだからここで多分奇数が揃って、もうっていうのもあるんだろうけど。さあ、これでまあ分かんないけど、魔界ゲーム、ジンガバトル、お助けなんちゃら分かんない。さあ、これでシャン、なんかあれだよね、シャンシャンシャンで、ガイ、これでもう大丈夫ね、突破ね、はい、まあそりゃそうだよね。さあ、 81% なんだから、はい、でこれが多分一番最初の、まあ数字以外では多分ここが多分最初ので、これダメだったらバトル行って、でバトル負けたらあれでしょ、ボタン連打でプッシュボタン、ガロボタンがプッシュボタンから飛び出し、あ、これね、これ手が挟まんないように、あ、でも下はちゃんと開いてんだ。これボタンとかじゃないんだ。あ、これやっぱ、あ、これ一応ボタンになってるけど、やっぱプオープオープオーだから、いつもあの角が生えてくる部分がこのボタンになったということね。あ、モードチェンジってできるよ。え、あ、初代バトルモード、デバイスモード、あ、このバトルの中であるんだ。なるほどね、この今スタンダードバトルモードの中で、これ初代バトルモードだけど、他にもいろんなパターンがあるんだ。なるほど。さあ次、もう1回転ね、ここで、はい、決まり。クラシックバトル、これが今と同じやつ。 2ね、でも数字での期待度もあるんだろうね。さっき4だった。さあ、あ、さっきと違うね、あれが魔獣ゲートが2個ある。これがいいのか悪いのか、まあまあここでいいよ。で魔獣ゲート、さあまずはここで行かない、はい、行かなくて、敵キャラが誰かでしょ、危険度が低いやつ、わかんない。あ、タッチ煽り、うわ、ダメ、え、危険度4、え、やばいやばいやばい、
やばいって、お前やってないやってないやってない。タッチ煽りってなんか煽り出たのにダメな時ってダメな、はい、この技の多分あれもあるんだろうけど分かんないから。あっ岩井、え、めっちゃめっちゃ岩井って出る、ここ。こんなに濃く出るんだ、ここほら岩井の剣の下取った、え、こんなに濃く出る。なんかうまく読めなかったらどうしようかと思ったら、すごいねこれ。だないって、これ消えた後見たら分かるけど、マジでない時なんもないの、ね、あ、消えた。あ、そうか、映るんじゃなくて閉じてるのか。なるほど、岩井が閉じるんだ。さあ、じゃあちょっと変えてみようか。 G インパクトデバイスゲームモード、あ、これが、じゃあこれいってみようか。はいはい、 G インパクト、まずここで7でいいんだよ。6、8、あ、なんか変わってったね数字が。さあ G インパクトボーン、 G のインパクト。さあゲームセレクション、直接操作して勝負を選択しろ。あ、タッチか剣か、剣にしようか。剣にするわ、せっかくだし。まずは押し込んで、あ、これをね完成させる。なるほど、チャンスはほんの一瞬。ちょっと待って、一回ってこと、一回ってこと、やばやば、頼むよ頼むよ、いくよ、よし。あ、風も出る、どっかから、多分気のせい。よしよしよし、あ、なるほどね、これ完全に一発勝負ね。あ、いや、でもまあまあここは変なし、さすがというか、これぐらいは正直あってほしいとは思う。その行ったらね、格変でこれしかないわけだから。さあ、いいよいいよいいよ、もうタイマーストップと初代、じゃあもう次ちょっとこれタッチやろうか。さあ続きましては、もうタッチかガロ剣でしょ。 G インパクト、8、8、8、あ、さっきやっぱあれかな、チャンスアップか確定なのかな、2、4、6、8みたいになったんだよね今。8、8、8だったから、もしかしたらあるかもしれない。さあ次はちょっとタッチでいくよ俺、どっちかだよねこれ。裏とかあるかもわかんないけど、ボタンを、あ、ボタンもあるんだ、ボタンもある。でもタッチでいく、ガロタッチ。このタッチのなんかフォントが全くガロ感がないけど、 3D4G を虹色に3回、あー、なるほど、3回、ダメ、なるほどね。なんかフォントがガローの世界観ではないけど、2回目で行きたい、やばい、いや青だって、いや緑青、なるほどね、緑じゃん、よし。ただこれやっちゃうからあんまりなんかこう、ただすごい 3D の具合はすごいけど、まあ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 、 OKOKOK、 なるほどね、ボタンもあるけど、まあまあ基本はタッチか、3回だ、一撃かこれ、3撃で選べるんだ。でボタンだともしかしたら連打とかかもね、わかんないけど。ちょっと次じゃあタイマーストップモード行ってみるよ。弾で出した、一旦7500、これで、ま、負けたかな。あ、ガロカウントが選択可能になりました。あべ、やっちゃった、ちょっと打ってたわ、やべ、何にも意識せずに、まあいいわ。ザルワミッション1、はい、これちょっとまあ新しいやつにしてみました、タイマーね。これが、あ、だから、え、ボタン、何をすればいいのか分かんない。あ、ゾロ目で止められたらミッション、なるほどね。あ、目押しか、ゾロ目ってどこがゾロ目なの。じゃあ 33.3 じゃないとダメだ、4、3、あ、気配を感じるね。え、だってあと何回しかないじゃん。え、よし、目押しか、え、目押し得意な人だったらこれ俺最強じゃん。まあ目押しじゃないんだろうけどあ、ちょっとなんか微妙だったなこれ、ちょっと微妙だったな。じゃあモード変えようか、次タイマーストップ、微妙、これガロカウント、カウントダウン、あ、これが多分3連だか4連、じゃあ5連か、5連目で解放されたんで、これいきましょう。もうこの中でしかどうせ選べないんで、ただ選ぶ、いや俺最初さ、この選べないって聞いたから、もう途中で変えれないってどうなんて思ったけど、さすがにこのとりあえず普通のやつの中でも結構多いね、
だってこれでカウントあるんでしょ、でこれバトルでしょ、でこのデバイスでしょって、こんだけ選べるから、うん、まあ中では結構選べるわ。じゃあ行きます。ガロカウントダウンで、ここで確定パターン見てみたいな。6な6、おお来た、もう決まっちゃったわ、決まっちゃった。安心、安心してできるね。ガロカウントボーナス、10カウント以内にガロを召喚させる、はい、心の準備ができたらいつでも。もうできてる。あ、なるほど、そっから始まるんだ。はあ、っていう煽りとかもあるんだね。まあ、今回も確定してるからちょっと安心して見てられるね。なるほど、あーなるほど、なるほどね、分かってたのにちょっとってなったわ。なるほどなるほどなるほど、万発出た、早っ、早いね。まあまあまあ、それはね、まあ1分の1でね、出っ放しだからいいですよ。まあでも一応じゃあデバイスのあれやってみるか。ボタン選んでないから一応全部は選んどきたいから、8? ああ数字変わってる、変わってるけどどうなんだろうね、最後どうなんだろう、これが分からん。結構思ったより変わるから、 ただのだから変わるってことは3とかに変わる煽りだけで、別に実際偶数だったら意味ない可能性はあるね。変わんないパターンはもうダメだけどっていう。ボタンにします。インパクトオブガロ、あこれ来んだ、レバーを押し続けて、ああなるほど、これが来るかどうか、あ予測不能、衝撃はかなりすごい、あ思ったより、なるほど、レバーを押し続けることができるか。あレバーって何これ、はいブルブルしてる、はい、えもう終わるじゃん、えいやお前ここで終わったらさ楽しめないやん、終わっ、まあ一旦まあ復活あるだろうけど一旦終わったね。結構なんかスンと終わったな。でもまだあるはずだから、絶対これで終わり確は絶対ないから、多分リザルト画面あたりでとか、もしかしたらリザルトまで行かずに、でもまあファイナルだね、多分リザルト画面で多分なんかあると思うんだよな、まあ、あればだけどね、なかったらもちろんないんだけど、ここで左打ちにって言わずに、あこれだけ楽しめなかったけど、でもまあいっぱいパターンあったね、あの中でも。だからでこれ自体があと別の2つがあるから、ただ今のはいろいろ選べるやつで他のは選べないかもしれないから、でもまあまあまあとりあえずね万発超えましたんで2回目全然終えますんで、じゃあちょっと飯行こうか、ラーメンかなんか、ね、うん、よかったよかった。いや初手でしっかり万発出たのはいいですよ、でかい、これは本当でかいわ。はいということで飯を食ってきて、まあまあまあハマったとはいえ初当たり500何本ハマったけど、無事2分1通してまあ8連、めちゃめちゃ引き強かと言われたら分かんないけど、まあでも2分1の方取れてるんだね、万発ちょっと出て気持ちよく2周目を迎えられますね。2回目の当たり早く欲しいな、通常時の当たり方がね、まあ、さっきのはでも結構王道ルートだったね、そう言われたら、まあ、復活が選択されたとはいえ、まあ、保留強くて 3D 出てチャンスルート行ってたから、まあ、本当に良かった当たってって感じ。モードが変えれないのが不安だったけど、とりあえずスタンダードモードの右打ちは1回目の印象としては非常に良かったですね。王道がありつつ一発告知とか三発告知とかちょっとあのタイマーっていう色物とかあって、ちょっとやる気あるこいつ、青堀でのやつすげえ、力力力力力っつって、いやあのさふと思ったわけでもないんだけどさ、123TV っていうさチャンネルでさ、で俺段丘の極みっていう番組やってるんですよ、出てるんですよ。でそれあのタナチューさんとモロゲンさん、モロズミゲンズブールさんと3人でやってるんだけど、
あのお二人ってファンがまあすごく多いんですよ。まあ、正直俺なんかの日じゃない、要はその123の収録に来てくれる方々で俺に声をかけてくれる人よりも圧倒的にその2人に行く人の方が多いわけですよ。で別にまあそれはそれでもちろんいいんだけど、ただ圧倒的に女子の比率が高いな。声かけてくれる人の本当 90% が女子かな。女子全部網羅してるぐらいのすごくて、で逆に俺はそのなんか若い大学生ぐらいの子とかに結構声かけられたりはするんだけど、あの2人は特にすごい女子のね支持が多くて、でその、まあ、特に 123TV の時のまだ俺他の2人を知らないから分かんないけど、そんだけもう本当に毎回もう固定で来てくれる女性ファンの方もいれば、もう初見の方もね、まあ、俺からしたら初見、もしかしたらその田中さんモルゲンさんの主力には毎回行ってるのかもしれないけどみたいな方とかも、で女性で特に男の人と女の人で、まあ、それぞれこう会いに来てくれてさ声かけてくれる人いるじゃん。で圧倒的に違うのが、男と女で圧倒的に違うのがその差し入れ、もうね女子はねすごい、別にこれをもちろん男子に求めてるそういう話じゃなくて、事実として女子は結構多いのが、あのスタバのなんか券みたいな、600円だから700円までのはこの券で飲めますみたいな、超えた分は自分で出してくださいみたいな、で、まあ、いわゆる高価な、でまあ、男子で多いのは、まあ、一番多いのはやっぱ飲み物じゃん。でもちろんそれもありがたいんだけど、女子は本当にその別に高い安いじゃないんだけど、ちょっと手の込んだもの、必ずなんかあのさ雑貨屋さんで売ってるなんかこのぐらいのさ手頃なサイズの紙袋、ちょっとおしゃれかわいい紙袋みたいなのに、要はもうそのまま飲み物ポンとか、もちろんそういう方もいるけど、手紙が入ってて手書きのねなんか応援してますみたいなメッセージと、本当にちょっとこじゃれた差し入れみたいなの方が、まあもちろん全員じゃないんだけど、やっぱ男子と比べると圧倒的に多くて、あんまこれ言うとさ今後もし来てくれる女性の方に何か変な謎のプレッシャー感とかじゃないからね、事実っていうか変な話、もちろんそういう方俺に会いに来てくれる人もいるけど、123TV の時は異常なのよ。でしかも3人でやってるとさ、そのオープニングとかエンディングとかを外で3人で集まってやってるんだけど、その時に明らかに田中さんモロゲンさんのところにこう行って話してなんか手渡しして一緒に写真撮ってってやって、俺一人完全にポツンなのよね。だから多分またさそういうところに来る女性だから、もう気の使い方も一流なのよ。だから多分だけど俺がなんか変な感じになんないように、あの人はなんだサスケっていうのか、じゃあ次はサスケっていうやつにもみたいな感じで多分平等になるようになのか分かんないけど、で1回目の収録の時はもちろん田中さんモロゲンさんにはすごい多くて、俺は正直もちろんね俺なんていただきチャンネルぐらいしかやってないからさあんまあれだけど、正直ちょっとああまだあの2人終わんないのかみたいな、ちょっとオープニング終わってちょっと俺暇になっちゃったなみたいな時間もあったのよ。実際ちょっとなんかはぶられてるわけではもちろんないんだけど、要はファン対応を2人がしてる間俺ちょっと暇な時間があったんだけど、なんだけど2回目以降なんかその方々が俺にもなんかくれるようになって、もちろん番組を見てくれてね、俺がまあ番組でにいるっていうのも分かってるんだけど、なんか多分そういう気の使いもしてくれてるのかなって思うんだけど、まあとにかくねすごいというか、こちらも本当になんかあもう本当ありがたいなって思うような方が多いよね、女性って本当に。でもさ我々もさ結構最近2人でよく行くけどさ、女性の方で結構あれだよね、まあ特に常連というか毎回こう会いに来てくれる方っているじゃん、まあ毎回じゃなくても結構な頻度で、いやこちらとしてもああの方だって分かるぐらいの方っているじゃん、やっぱ結構そのいろいろいただく時にやっぱそういう方多いよね。前もねアイコスのさあの結構その今の方も実は話しかけていただいた女性の方にねあのタバコをいただいたんですけど、なんとカートンでいただいて、本当にもうね結構な金額じゃん、もちろんだって当たり1回分じゃん、通常1回分で、だ今もう当たったようなもんだよね行ったら。いやマジでそうだよね、だってカートだって5、6000円だもんね、1箱500いくらだもんね、ってことは1500個だよねぐらいのなんだけど、あの本体をさいただいてくれた方がいたじゃん。でしかもそこで俺とタイガさんがいるときに、で俺
ちょうどちょっと前にね、もう本体をいただいて、今2個持ちになってたのよね。で、まあ3つ目は、まあ普通に使うか使わないかで言ったらあんま使わないじゃん。でもまあ本当にありがたい話じゃん、もちろん。って思ってたら向こうが別にそういう話もしてないのに、あ、もうカメラマンの方に、タイガさんにもう全然あげてもらってもいいんで、みたいなさ。やっぱさ、いただいたものをさ、あ、これ俺いらないからあげるよってさ、要は全くいらないものだったらその方が物としてはさ価値があるかもしんないけど、やっぱりあげた側としてはさ、もちろんあげた後はもう好きにしてっていう人もいるだろうけど、あ、私があげたやつじゃなくてそれ誰かにあげたんだみたいなね、っていう風に言ったら嫌な気持ちになる人もいるじゃん、中には。それをもう全て見通した上で、あ、もう全然差し上げていいんでみたいな、使ってもらっていいんでみたいな、あ、もうな、あの気遣いの人だなって。いや、もちろんね、俺が1個持ちだったら2個あっても困んないから、いや、あげねえしってなるけど、いや、まさにちょうど2個目をさ、ほんと手に入れた直後ぐらいで、3個はさすがにね、俺カバンもちっちゃいし入らんなと思ってたら、あの一言でさ、どれだけ救われた人がいるかって話よね。みんな幸せになって、全員が全員じゃないけど、圧倒的にそういう方は女性の方多いね。やっぱ構造が違うんだろうね。やっぱこれなんか最近ジェンダーだのなんだの言われてるけど、これはいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱでも男と女ってその物理的な違いだけじゃなくて、そういう多分ところもね、違うところはあるんだなって思うよね。いい悪いじゃなくて、本当にだ。あとは単純にこれもう本当にね、もうこれもいい悪いじゃないよ、ただの個人のあれだから、男性が女性がっていうつもり全くないけど、俺は男性よりも女性が声かけてくれる方が嬉しい。はいはい、別にこれは事実としてそう、男性が嬉しくないなんて一言も言ってない。ただ比べたら女性のが嬉しい。で、あとはその彼氏連れの女性よりも単品の女性の方がもっと嬉しい。うん、これは別に事実ね、いい悪いじゃないよ、事実、その方が嬉しい。ワンチャンあるかもしれないって勝手に俺が思うだけで嬉しいの。そうそうそう、いや、あるないじゃないのよ、あるかもしれない。要はそのエアーだから、エアーでもう勝手に嬉しくなってるだけだから。いや、本当にさ、全部のお店じゃないけど、やっぱり我々をこう呼んでくれてるお店の結構な比率のお店のその担当の方は見てるんだよね、本当に。そので今日何名ぐらいにお声掛けいただけましたかって聞いてくれるところもあれば、聞かないけど全部向こうでチェックして、カメラとかでも分かるし、行ったらね、向こうからしたら、まあ我々もね、ホールも行ったらビジネスの付き合いっていうのがさあるわけですから、要はいただきチャンネルサスケを呼んだらこれぐらいの要は手応えがあると、だからこそ次もまた呼べるとか、逆に全然手応えないからこれにてお付き合いは終了っていうこともまああるわけじゃん。そういった時にやっぱりそこ声かけてくれる、だから俺も人見知りだからさ、俺がそのファン側の会いに行く側になった時になかなか声かけづらい側の人間なんだけど、俺もちょっと緊張しちゃって、でもそこ勇気振り絞って、結構ねツイッターで後から夜とかにねリプライ飛んでくんだよ、今日実は会いに行ってあの台打ってましたよねって、後ろで打ってて見てたんですけどちょっと恥ずかしくて声かけられませんでしたみたいなっていう方結構毎回最低1人はいるぐらいなんだけど、一歩ね勇気を振り絞ってねこう行くと、もちろんねその集客に行ったら貢献してることにはなるけど、そこで声かけてくれるとお店側も、あ、サスケに声かける、サスケがいるからあの人は来てくれたんだなっていうのも分かるようになって、我々の要は評価が上がることにより我々の仕事の幅が増え、我々の仕事が増えるということは、それだけ皆様にできる限り面白い動画をお届けできる可能性が上がるっていうところでね、本当にぜひね、もう例えばもう決まって毎月行くとかさ、そういうところだったらまた次の機会にでいいけど、やっぱり何があるか分かんないですね、こちらの都合だったり、まあ大半がお店側のあれだったりするけど、もうその1回きりってことだってあるわけです。その勇気を振り絞ったね声掛け1回でまたっていう可能性は全然あるわけだから、本当に結構ね見てるところは見てるんだよね。車持ってて一人暮らしの女性の方とかね、本当に地方のねサスログなんだけど、これそういうんじゃない、真面目な回なんだから、もうだからフィクションだよこれ、ずっと出てると思うけど、サスケの話は全てそうそうフィクションなんだね。
お赤タイトルみたいな。いやさすがになんもないよ、なんもいきなり議事さんだった気がしなくもないけど、もう何にも完成してない、保留もないし、だこれが出ればもしかしたらこれが出て、あーついた、岩井だ、当たったんだけど、こんなんで出た、ガロの出たわ、ガロのこんなんで当たんの、岩井ついたわ、マジか、本当にこんなんで当たったわ、いや全然、多分ね、いきなり疑似さんスタートだったように感じたんだけど、ちょっと今球をね計算してたからあれだったんだけど、まあまあまあ OKOKOK、 とりあえず300何歩かな、当たるわけねえと思って、これやったらこれが反応したのか、なんか岩井ついたわ。さあただ2分1よ、こっからよ、ここよ、これそのままそのままでいい、さっきと同じ、そのままそのまま、おっしゃマジか、力そのままいった、うわなんか3000みたいな、ユニコーンの3000、さっきもこうだったか、よーし、まあ、ちょっとハマったけど2分1取ってるから OK。 いや前ねガロ打った時も、前のガロも多分そうだったんだよね、その激アツみてえなガロ保留とかいろいろ外れたくせに、なんかようわかんない、これで当たるのが当たって、今本当にいきなりギリさん以外特に何にも、まああと赤タイトルは出たけど、まあ本当赤タイトルだけよ、でもチャンスルートにも行かずに、で最後当落ジャッジがボタンでしょ、全然今までで、まあ赤タイトルは確かに今のところ2の2だけど、さすがに赤タイトルだけでそんな持ってったというよりは、多分そういうそこまでのやっぱこういう振り分けも、まあちょっと前のガロ打った感じといい、あるんだろうね普通に。ちょっとこれチャンスオア勝負の、違うだからすごいね、終わりではないんだね、チャンスオア勝負ってすごいすごいダセー二択だけど、これ行ってみたいと思う。スタンダードは一応一通りやったんで、このスルーアウトが若干なんか歌流れる系でちょっと特殊系だと思うから、とりあえずこの真ん中のやつで、はい伸ばします、はい魔界チャンス3000戦だ、3000で継続みたいな感じね、でこっちだったらもう一回チャンスがあるみたいな、一応だからこっちがストレートに気持ちいい方、3000オア1500で、今書いてあったね、選択したタイプは右打ち終了まで変更できませんって書いてあったわ。さあ参りますよ、 81% シンプルに、シンプルに 81% を取る、あれ今入ってないの、入った、はい、ガロー券押し込む、あ早っ、いや早っ、一瞬なんだ、ここなんだ、まあ、もちろんでもこれでも完全に終わりではなく、今ので3000ってなってればもう確定と、でこれで今ダメだった場合はこのジンガバトル、ここでだ多分さっきの普通のスタンダードモードでやるバトルよりは期待度低いと思うんで、あなんか青タイトル、マジ単発あるだこれ、危ないなこれ、一発で落とす、さすがにないだろう、いやーない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 、さすがに危険度4なんだが、4なんだが、なんかしれっと出てきたわこれ、レンダルフスクエーカー、うわー出た、 G レバーって言うんだ、いやー頼む、速落ちは無理だって、いやー足りない、全然足りない、よし危ねえ危ねえ、なんかでもこれ普通のバトル、スタンダードモードのバトルみたいな感じだね、でも多分スタンダードモードのバトルよりは多分ちょっと期待度は低いんだろうけど、まあまあよかった、危ねえ、さすがにターンはなかった、さあまあもうモード変えれないんでこれしかないんで、これでバトルが、はいもうここで、いやー待ってこれどんなもんなんだろうね、もうほとんど3000が選ばれる方が俺としては気持ちいいんだけど、ただわかんないね、どんぐらいか、うわっ大丈夫ってことだね、もちろん、はい、あでモードチェンジがあるね、魔獣かストーリーバトルの2つが選べる、まあちょっとストーリーバトルってやってみようか、
この3000は3000だけど、その中で選べるっていうね、一応選択の余地があるのはいいね。いや今のうわっと思ったら、ただまああれの3000が今んとこね両方1500でいってるってことは、ほぼほぼ3000が選ばれるっていうわけではなさそうだよね。1500からの、もちろんその方がドキドキ感は継続するとはいえ、だったらスタンダードでいいから、このモードだったらわりかし高頻度で3000ズコーンって言ってくれてもいいかなっていう気はする。だまだわかんない、2回だから。とりあえず継続を続けないとそれも検証できないから、いきます。絶対防衛、神の牙。違うの、うわ違うの、うわあれじゃないんだ、へえこれは違うんだ、あれじゃないんだ、なるほどなるほど。これ上がレインボーになってんのは違うかな、わかんない。今上がただ当たってるっていうだけなのか、これがちょっと何かわかんないけど、なるほどね。これはじゃあ一発で決まんないんだ、わかんないんだ。まだどうなればいいの、どうなればいいの、本敷になれ、指示がない、本敷になればいい。一人行った、二人行って、終わりこれで。あ、なってないけどまだ1あんだね、3発を、はい、どんぐらいこれ、ぶるってるけどどんぐらいいくのこれで。1回しか押してないよ俺。ちょっと分かりにくいな、ちょっと分かりにくいな。いや勝ってるのはいいんだけど、勝ってはいるんだけど、ちょっとごめん、お前はもうみたいなやつで当たっているだよね。ちょっと分かりにくいなね。もしかしたら一気に3回押すんだったのかな。なんかさ、いつもさなんか指示出るじゃん、押せとか引けとか。今のなんか別になんかしれっといったね。いっよし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 、あこれは気持ちいいね。なんだ振動してる。でわあさすがによしよしよしよいしょー、ちょっといい台かもしれないね。これは気持ちいいよやっぱり。本気になれまでは一緒かな、はい。これだから一人だけとかもあんだろうな。こう最速はここで3人で決まるパターンだと思うんだよな。ダメで、ボタンが3つでストックがない。わーこれ厳しくない、相手の HP なんか長くない、これ最後だよ。あーだからこれがいわゆるピンチパターンだ。あまだ煽ってんの今からだよね、そりゃそうだ。これで終わりか、もう。あ連打ないのかこの場合は。もうほんと最後リザルトでの復活があるかどうかだけっぽいなこれ。うわー、そうきた、そうきた。さあなんか間違えろ、13545。あ終わっちゃった。まあ、とてなんだけどね、1万3000発、9連か、ああ8連9連って賞味素晴らしいよ。まあ、まだ時間は少しありますんで、引き続き3回目のあたりラッシュ3の3を目指していきたいなと思います。とりあえず今の時点での出玉が1万8000発ちょっとと、まあ、投資3万円で勝ってますと。ということで、午後5時半の時点ですね、ちょっと私は今日サスログでパチンコだったんですけど、スロットコーナーもね増大があるんでちょっと様子見ていきたいと思いますけども、今日 まず増大されたのが鏡。あーこの台とか、まあなんかいわゆるグラフで言えば良さそう。あーこの台もいいね、はい。でこれもなんか伸びてないけど、なミミズみたいに揉みつつ、あここまで鏡になってるんだ。ああこの台も今2000枚ぐらいで、ああこれああめっちゃ出てる、いいじゃん。結構5、これ何台になったんだ、でも10台ちょっとだけど4、5台良さそうよ。半分ぐらい本当にあって良さそうな。であと今日カバネリも増大ってことでね、あ鬼武者、あ出てるじゃん、彼から朝話した人なんだけど良さそうですね。いい
え、シゴル角出たの？いや、やったじゃん。すごい。よかった。ブレないでよかった。いや、鬼武者ね、打ってる方、シゴル角出てるということで、出玉もついてて。いや、彼ね、所持金0円で、軍資金友達から借りて打つっつって。負けたらキャッシングだって言ってた彼が、シゴル角積もって出してる。逆にカバネリア、これめっちゃ出てるけど、やめて人変わってますね。まあ出てもうやめてるからっていうのもあるんでしょうね。はい。だバイオが出てるね。バイオがこう勝ち盛り綺麗な2台並びで出てて、ただ鬼武者 よかったね。はい。他にはまあジャグラー、マイジャグもね今日増大らしいんですけど、稼働が高い。とりあえず数字までは見れないけど、まああれも130、140、ああ128、140、ああ125分の1、へえ、130、あ、ベース高い感じだね。ああ117分の1もあるね。112分の1、ああ、いいね。あ、こっちハッピーか。いや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 、あ、95分の1、うわ92分の1並び。あ、しかも角ファンキーだし、すごい。27の26、93分の1、4900ゲーム、さすがにだね。で隣も5600ゲームで29の30です。ボーナス59回、マイジャグ95分の1。まあ並びで両方でしょうね。あ、しかもこれが多分増大されたマイジャグだわ。ということで、新大サスログ、本日は P ガロゴールドインパクト実戦終了ということで、お疲れ様でございました。まあ、まずね、まあ、あんまりサスログとしては関係ないんですが、収支の方だけ一応申し上げておきますと、投資が29,500円で、回収が、まあ、最盛期でね18,000発ほどあったんですが、まあ万発ぐらいスコーンと最後行かれて、8,088玉流しということで、まあ、ほぼトントン、まあ、定ま的にはちょいプラといったところで、まあ、そのぐらいの方が評価に信憑性が出るんじゃないかというところも含めて、状況悪くなかったんですけど、まあもう夕方いい時間なんで、今日はやめということになりましたんで、まあここからがサスログのメインのコンテンツになりますんで、最後最終的に評価を下していきたいんですけれども、まあ5段階評価ですね、星5段階評価で、まあ今回もシンプルに通常時と、まあ右打ち中、まあ確変中ですね、右打ち中と、あと総合評価の3項目で評価していきたいと思います。まず通常時なんですけれども、シンプルに言うと、いいところをあまり感じることがなく、悪いところばっか目立ってしまったというところで、まあ当たりがね今日500何歩で当たって、300何十で当たって、最後800近くはめてやめてるんで、通常時1600回転ぐらい回してるんですよ。で、初当たり2回っていうところで、まあ当たりの方のねサンプルが2回しか取れてないっていうところもあるんですけれども、まず擬人に多いですよね。あの意味のない疑似に、要は疑似にでそのまま消えるとか、あと緑保留ですよね。緑保留からの正直無価値だと思われるアニメリーチ、はい、発展することもないアニメリーチ、はい、意味わかんないかなと。あと中でもちょっと言ったんですけども、そのガロっていうもの知らないんで、その原作というか、なのにその機種内での説明もなしに、知らない人が知らない人と戦っている、うん、あんまり移入できないよね、感情的に応援できないっていうところとか、うん、であとレイアウト、最初に気づいたんですけどもね、あの回転数だとか、あのキャラの、ね、数字の図柄の下についてる名前がその盤面のプラスチックの部分とこう重なっちゃって、うまく見れないっていうちっちゃなストレスとかっていうところで、悪いとこばっかちょっと目がいっちゃって、まあ、ただいいところ1個だけあります。これはもうこのガロじゃなくて前のガロからそうなんですけども、あの保留3バイブ保留4バイブっていうカスタムね、はい、ここがね、まあ、保留3個でブーってなって、要は無駄打ちを結構軽減できるっていうところ、はい、はいい。逆にそれぐらい、あとどうしてもねやっぱ先読み系のカスタムがないっていうところで、まあやっぱりライバルとして賛成がねどうこう見据えてるのか分かんないですけど、やっぱりホール行けばね、エヴァ、リゼロ、このあたり、まあ今だとあとゴジエヴァあたり、まあゴジエヴァまだ出たばっかなんで今後どうなるか分かんないですけど、少なくともエヴァとリゼロに関しては2大巨頭でもう半年1年の間ずっと覇権を取ってるわけですよ。で特にリゼロなんかはね、あの先バレカスタム、これリゼロの島行けば分かると思いますけど、10人いたら8人から9人、場合によっては10人全員先バレカスタムにしてるぐらい、まあそれはねリゼロが先バレで流行ってるとは思わないけれども、
散々流行って、まあ、先読み系のカスタムって、まあ、この2機種以外にもねやっぱり搭載してる機種で選んでる人ってかなり多いと思うんですよ。その中で、まあ、多分強い意志を持って先読みカスタムを入れてないと思うんですけども、一応なんかなんちゃってである先読みカスタム、あの保留変化のみっていうのにしてても、あのステチェンの先読みステージチェンジとかするし、ちょっと先読みカスタムあれ機能してないし、ちゃんとした先読みっていうのはね、俺はあった方がいいと思う。もちろんそれを使う使わないはユーザーの選択になるんで、そこの選択の幅を持たせてほしいなっていう。でその正直ちょっと意味のないとしか思えない、その疑似にからのアニメリーチだったりとか緑保留だったりとかっていうところで、別に当たらないは319なんでどの機種でも同じなんですけど、その通常時の退屈具合をね、やっぱりこう集中して、まあ先バレでも先読みでもいいんですけど、お来た期待度 30% 40% 50% 何でもいいんですけども、そこの具合はよし、じゃあこの変動ちょっと集中してみようかなっていう気持ちにした方が、こうっていう要は選択肢があった方がやっぱそういうものを求めてる人って多いと思うんですよね、現状の他の機種のあれを見るに。なんでやっぱそこは、まあ、多分あえて強い意志を持って、いやガロはそうじゃねえって思ってるのかもしれないけれども、いいところ、ガロのいいところは使いつつも新しいものも取り入れていかないといけないよねっていうところで、正直通常時星1かなと思いました。本当にいいところって星3バイブ星4バイブのカスタムだけなんですが、まあ当たりをね1600回転1700回転回して2回しか取ってないっていうところも含めて、まあ偏りとかやっぱパチンコ偏りいっぱいありますんで、そこの演出バランスの偏りも絶対ありますんで、今日1回だけでね、もちろんサスログ1回での評価なんで、その長い目で見てではなく今日1回で俺が感じたことでの評価なんですけども、まあ、ギリッギリ星2上げてもいいかなっていう、まあほぼ星1寄りなんですけども、まあ通常時の初当たりのね、取れてなさから、もしかしたら初当たりもう1回2回取ってたら、あこういうパターンで当たるんだとかって当たりのシーンがやっぱ少なかったんで、はい、まあやっぱ当たるのがね一番通常時のこう気持ちいいとこなんで、それが2回しか見れてないっていうところまで加味して、星2とさせていただきます。正直1でもいいぐらいですけど、まあちょっと引きの部分がどうしても関わってくるんで、ここはまあ星2とさせてください。極めて1寄りの2ですね、はい。で右打ち、ここですよね。ガロといえばやっぱりそのオーソドックスな核変タイプということで、まあ今ね現状やっぱりメインは核変か転落タイプか ST タイプかのこの3つが主流ですけれども、まあこの核変タイプっていうところがはやっぱりその入賞、しかも今回の機種1分の1なんでね、右がもう入った瞬間に当たり確定で継続 81% か終了の 19% か、だからもう全部ラウンド中に、告知しますよっていう、だからその演出に集中できるんですよね。その今ほとんどの台が、まあ、ST だったり転落だったりの台はもう、まあ、結構オーソドックスに数字が揃うだけのものも多くて、それを否定はもちろんしないんですけども、それはそれで俺は好きなんですけど、やっぱその数字が揃う揃わないとかそういうところで、あと何回転しかないとか、あ転落しそうとかっていうドキドキもいいんですけども、逆に確変だからこそできる、もう勝てもう連打頑張れっていうような、そこに集中できるっていうところで他との差別化ができるっていうところに関して言えばまあいいのかなと。でさらにタイプが3つあって、途中で変更できないんですけども、今日2個やりましたね。スタンダードタイプと3000が最初のスコーンで3000みたいな2パターン両方やったんですけれども、スタンダードタイプ途中で変えれないとは言っても、そのスタンダードタイプの中にも、4種類か5種類あって、それぞれにこう特徴があって、まあ、全部1周ずつぐらいしかできなかったんですけども、あれが選べる。でやっぱりこうオーソドックスバトルタイプもあれば、ガロ剣で一発告知もあれば、かなり演出も豊富でやっぱそこに集中できるっていうところで良かったですね。右打ちは、はい、非常にいいというか、ちゃんと核変タイプのいいところちゃんと活かしてるなっていうところで、はい、まあ8連9連っていうね、それなりに連チャンしてくれたのもありますけど、おかげでいろんなパターン見れましたんで、あんまりガロね、昔のガロとかも知らないけれども、ガロっぽいというか、バトルで、ね、連打で復活だとかっていうところも含めて、うん、悪くなかった。むしろちょっといいなって思ったんで、これ星4上げれますね。死ぬほどいい、脳溶けるみたいな、星5まではいかないけれども、普通に良かったです。はい、これはまあ十分星4上げられると思います。ということで、最後、総合評価になるんですけれども、まあ、まずスペック面ですよね。オール1500はまあ、結構好きな人多いと思います。そのダメだった時300発400発じゃなくて1500しっかりもらえるっていうのは、長く打つ上だったら絶対終始にもね
というかあのボーダーとかにも関わってくるところなんで、スペック的にも決して悪くはないと思います。ただ突入 50% っていうのがね、普通にライバル機種とかと考えても最もまあ悪いというか辛いところではあるけれども、今日の俺みたいにね 2-2 で通しちゃえば、今日だって初当たりが800分の1とかですよ。ただで800分の1だけど両方ともラッシュで8連9連ってしたら、まあちょいプラぐらいにもなりましたし、うん、まあ本当荒いっちゃ荒いけれども、まあだからスペックですごくいいことはないけれども、まあ一応他のやっぱ今のね流行りの機種と一応戦っていけるものではあるけれども、じゃあリゼロ好きな人、エヴァ好きな人がやっぱガロいいねって言って、そっから客を取れるかって考えると、そこまでには至らないかなっていう。でやっぱりそのカスタムで、通常時のカスタムとかもね、しっかりね、うん、右打ちがいいとは言っても、あーもうやべーっていう、要は大連チャンすればどの機種だってやべーってなるんですよね。なんでその一個一個の連チャンでの気持ちよさ、嬉しさっていうところが、うん、いいんだけど、やっぱ他の人気機種を凌駕するかと言われればよくて肩を並べる程度。つまりこうガロファンとかっていうのがね、もしかしたらこう、あいいねこのガロって、今回のガロいいねって言うかもわかんないけれども、逆にガロを全然知らない層、エヴァとかリゼロとかを打ってる層とか、その辺からパチンコを始めたライト層がガロ今回のゴールドインパクトを打っていいねってなるかっていうと、ちょっと単品で見たら絶対評価ではいいんですけど、相対的に他の機種から客を取れるかっていうとちょっと難しいというか、なくはないけれども、あこれなら流行るねとまでは言い切れないと思います。ということで、であとね、その筐体の結局あの上にビョーンって伸びてるところが、あの剣とかね、あのボタンの上にあの今までだったら出てきたなんかフェイスオブガロみたいなやつがバーン出てくるとかはちょっと面白いっていうかいいとは思うんですけど、あの上にビョーンって伸びてる意味も結局よく分かりませんでしたし、まあその辺まで含めて総合評価ちょっと難しいんですけれども、欲しい、これ本当難しいですけど星3つとさせていただければと思います。これね、2年前に要はガロ月光の旅人ですか、あれではなくゴールドインパクトが出てたらもっと衝撃的な、場合によっては覇権を取ってたかもしれない、まあ、少なくともその当時では間違いないでしょうし、ライバル機種エヴァとかが出てきてもそこまで客奪われなかったかなっていうぐらいのものはあると思いますが、あれから多分2年とか経ってエヴァが出て、ユニコーンがあってリゼロがあって、で他にもいろいろね今後出てくるって中では、オーソドックスすぎるというかど真ん中すぎるというかいうところで他を凌駕するほどではない。だから他の機種とかね、その業界に大きなインパクトを与えるかっていう目で見るとそこまでではないかな。まあ無難な機種出てきたよね、変な話ガロって名前ついてなかったら星2だよねっていうところで、でもガロ俺もね正直ガロブランド知らないですよ、でもやっぱりそれでもそんな俺でも知ってるガロはなんかすごいみたいな、だからこれをこの次の機種に本当に大きな期待を持って総合評価星3にします。私から賛成 R&D に言いたいことは、新しいものを取り入れて、その筐体はね確かにでかいで画面大きいとかはいいんですけども、演出の部分であったりとか新しいもの、まあ全部流行何でも取り入れるとは言わないけれども、分かりますよガロのに対するプライド、うちはこれで天下を一回取ってるんだって分かりますけれども、時はね時代は流れていきますんで、いつまでもその過去の栄光にすがっていてはあの頃の覇権を取り戻すことはできないと思いますんで、はい、より新しい要素を、ね、入れた、スペックだけでなくね、スペックは今回オーソドックスだったんで演出面とか、ね、見せ方っていうところで新しい要素、なんか新しいなんか今の時代に合ったニーズに合ったものっていうのが入ってくればより流行ってまたガロの時代が戻ってくるんじゃないかなと思いますんでね、はい、まあメーカーの方もねもちろん開発に日々勤しんでると思いますけれどもね、はい、我々ユーザー、我々って我ですね、私の一ユーザーとしての初打ちの感想はこういった感じになりますんで、はい、まあ皆様のね、稼働の今後の稼働の一つの参考になればこれ幸いでございますということで、まあ、久々にサスログやりましたけれども、まあ、収支は別に本当にいいんですけどもトントンぐらいで、ただまあこのビッグパンドラ
はい、こちら浅草本館ですけれども、あと井戸ヶ谷っていうね、神奈川のお店も結構行かせてもらってますけれども、やっぱり寝台増大強いですね。間違いないかなっていうところがありますので、ね、まあ、今後もこちらのお店来させていただくこともあると思いますので、まあ、サスログだったり別の普通の収録だったりしますけれども、今後も頑張っていきたいなというところで、すげえ悪くないけどすげえ良くもない、そんなガロでした。はい、ということで、いただきチャンネルこんな感じでね、収録予定おかげさまで結構いっぱいやらせていただいてますので、ぜひお近くの方遊びに来ていただければと思います。ということで、以上サスログでした。ありがとうございました。